ブローユーアーカバーのティザーがついに公開されました。たった24秒のティーザーなのに、すでにドキドキする。もうこの時点で、勝ちを確信。2024年4月12日、ナンバーアンダーライン愛のセカンドデジタルシングル、ブローユーアーカバーがリリースされることがお知らせされました。このニュースに対するファンたちの興奮はすでに最高潮に達しています。 ティザー映像の公開によって、ますます期待が高まっています。このティザー映像は、ナンバーアンダーライン愛のファンたちにとって待ちに待った瞬間でした。それはただの予告ではなく、魅力的で情熱的な世界への入り口でした。映像の中では、どこか大人の雰囲気漂う景色が広がり、甘美な音楽が心を揺さぶります。しかし、興味深いのは、 この映像が抱かせる思いや感情です。数々の疑問が浮かび上がります。この楽曲やビデオにはどんなストーリーが隠されているのでしょうか ?3 人のメンバーがどのような姿で現れるのかファンたちはそれぞれ異なる期待と予想を抱いています。ティザー映像は音楽と映像の融合によって聴衆の心をつかみます。その一方で、 まだ明らかにされていない要素によって彼らを煽り立てます。この矛盾した感情がナンバーアンダーライン愛のファンコミュニティ全体を熱狂させています。彼らはこれまで以上に彼らの愛するアーティストに対する情熱を燃やし、12日のリリースを心待ちにしています。また、このティザー映像は、 ナンバーアンダーラインアイの新しい音楽の方向性に対する期待を高める一方で、彼らの過去の作品とも比較されます。それは、彼らの音楽の進化や成長を感じさせます。ファンたちは、この楽曲がどのように彼らの心に訴えかけ、彼らの感情に深い影響を与えるのか、心待ちにしています。また、このティザー映像は、 ナンバーアンダーラインアイがファンに対して送り出すメッセージの一部でもあります。彼らは常に新しい音楽やビジュアルを通じて、彼らの芸術的な表現を進化させています。彼らはファンに対して常に新しい驚きと感動を提供し、その結果、彼らのファンベースはますます拡大しています。さらに、このティザー映像は、 ナンバーアンダーライン愛の楽曲が単なる音楽の枠を超えて、視覚的な芸術作品としても認められることを示しています。彼らの音楽は、聴衆に深い感動を与えるだけでなく、視覚的な要素も通じて強烈な印象を残します。これは彼らが芸術的な多彩さを持っていることを証明しています。総じて、ナンバーアンダーライン愛のセカンドデジタルシングル、 ブローユアーカバーのティザー映像はファンたちにとって待ちに待った瞬間であり彼らの期待を最高潮にまで高めることに成功しました彼らの新しい楽曲とビデオに対する興奮と期待はリリース日が近づくにつれてますます高まるでしょう彼らの芸術的な表現は今後も私たちを驚かせ感動させ続けることでしょう ブローユアーカバーのティザーがついに公開されました。このティザーはファンたちにとって待ち望んでいた瞬間であり、感謝の意を述べながら彼らはさらなる情報を楽しみにしています。このティザー映像はますます期待を高めるものであり、ファンたちは心待ちにしています。彼らはこの続きを心待ちにしています。この期待感をさらに高めるために、 彼らは楽しみにしています。ブローユアーカバーのティザーを見た後多くのファンが興奮し、彼らの期待はさらに高まりました。彼らはこのティザーを通じて素晴らしい世界観を楽しんでおり、フルバージョンのリリースを待ちきれません。ファンたちはブローユアーカバーのティザーを楽しみにしており、この曲のフルバージョンを待ちきれないと感じています。彼らはこのティザーが、 曲の雰囲気やストーリーを十分に伝えていると感じています。また、このティザーを見た多くの人々が、今回の曲がどのような重要性を持っているのかを感じています。彼らは、これまでの人生でこのように強く魅了されたことはないかもしれないと感じています。この曲がその理由である可能性があります。そして、 ティザーを見た後多くの人々がその美しい世界観に感動しました。彼らはこの曲の全体像が気になり待ちきれないと感じています。2024年4月12日のリリースを心待ちにしています。このティザーが公開されると多くの人々がその美しい映像に感動しました。彼らはこの曲の感情が伝わってくることを感じ、 フルバージョンを楽しみにしています。最後に、このティザーを見た後多くの人々がこの曲の世界観に魅了され、フルバージョンのリリースを待ち望んでいます。彼らはこの謎めいたティザーを通じて、さらなる情報を楽しみにしています。最後に、このティザー映像が提起する疑問や予想、そしてナンバーアンダーライン愛の新しい楽曲に対する期待を共有してみてはいかが。 でしょうか彼らのファンコミュニティ内でのディスカッションや予想は、このリリースをさらに楽しくすることでしょう。それでは、12日のリリースが待ち遠しいですね。